これからお二人に行っていただくゲームはこちらです。バルーンアンサー。一応アンサーシリーズなんですかね。確かに。こちらのバルーンアンサーですが、このゲームは二人で競い合っていただく対決形式のゲームとなっております。なるほど。うっそ。さて今回のゲームですが、だんだんと膨らんでいく風船を押し付け合っていただき、破裂した方が負けのハラハラドキドキプレッシャーゲームとなっております。ではまずお二人でじゃんけんをしてください。じゃんけんポン。負けました。勝ちました。それでは負けたふくらさん、はい、そちらの回答席へとおかけください。はい、めっちゃ怖いんですけど。どうぞおかけください。まだ大丈夫ですか。大丈夫です。何にビビってんの今。現バルーンがなんか来るんじゃないんですか。そちらの回答席に座っている方が回答者となります。はい、回答席の正面にあるモニターに謎が表示されます。謎の答えが分かったらその答えを叫んでください。はい、誤答ペナルティはありませんので、これかなと思ったらどんどん答えちゃって大丈夫です。はい、正解でしたら回答者を交代し次の謎を出題します。これを繰り返してまいります。そして後方のスクリーンには風船が表示されます。ただし回答者は風船を見てはいけません。この風船が破裂した時に回答者だったプレイヤーの負けとなるわけです。なるほど。いきなりの原始的なパーティーしかも実際の風船出てこないんだね。悩んでる時間が長いほど確率が上がるってことですよね。まあそうではあるが、どのぐらい大きいか分かんないから、分かんないからギリギリまで待ってギリギリで交代されたら最悪だよね。そんな怖いことできないですよ。そして回答者ではないプレイヤー、こちらは今佐藤健様が立っているそのあたりでお待ちいただくことになります。はい、この際回答者ではないプレイヤーはスクリーンと謎の両方を見ていただいて構いません。はい、ですので俺は解けたけどまだ解けないのとか、もう爆発しそうなどいい感じにヤジを飛ばしながら相手にプレッシャーをかけていただければと思います。これを全部で3ラウンド行い勝敗を決定いたします。2回爆発したら負けということです。なるほど。さてそれではバルーンアンサールールの説明は以上となります。お二人こちらのゲームいかがでしょうか。めちゃめちゃガチでやりますけど、いいでもだから一番得意なジャンルだよね。まあ、多分小謎を解きまくるやつでしょ。はい、不利だな。爆発するじゃん。じゃあ俺がクソ変わってるのに絶対。まあまあまあ頑張りましょう。はい、でもいっぱい謎が解けるってことですもんね。はい、ポジティブに言うとそうです。だから早く解けば、あの割れるまでに解ける問題数も上がるし、そうだよ、いっぱい解きましょう。そうです。はい、我々が全部解いたらその我々の勝ちです。タンブリードの負けです。もう問題がありません。問題がありませんってなったら我々の勝ち。それやりましょう。はい、それではお二人ともご準備がよろしければ早速第1ラウンド参りたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。それでは参ります。第1ラウンドレディーゴー。めちゃくちゃ風船。あ、なるほど、後ろ風船だけなんだ。爆発。正解です。それでは入れ替わってください。あ、こういう感じなのね。はいはい、落ち着いてやっていいんだ。はい、いいよ。それでは参ります。レディーゴー。あー、なるほど。まあね、これはすぐ行きますよね。これはね、速度ですよね、やっぱりね。判断、判断じゃないの。あれあれ、判断じゃないですか。ちょっと待って。あれ、どう違うんじゃないですか。これ、ぐえ、ちょっと待って、わかんない。え、はじゃないの。これは答えは、ああ、なるほど。ああ、もうめちゃめちゃめちゃでかくなってる。はーぐー、めっちゃでかくなってる。爆弾。正解です。なるほど。入れ替わってください。なるほど。むずい。そういうことか。めっちゃでかくなってますよ、マジで。今のところ爆弾爆弾と来てますわ。さっき爆発だから。爆発か。うん、あ、じゃあ爆発爆弾。爆発爆弾。だそういう系の。そういう系なんだ。怖。それでは参ります。あと3秒ぐらいできてます。怖い。レディーゴー。これはもうダメだ。相手ライバル。正解です。全然違うの、全然普通のが来るんで。それでは振り替わってください。いいよ。まあ対戦形式だからライバルなんじゃないですか。それでは参ります。レディーゴー。あー、もう相当大きい、相当大きい。いやもう
スタートキーです。クロック、正解です。おー、それでは入れ替わってください。もう怖いよ。それでは参ります。レディーゴー。野菜、正解です。クソが、クソが。それでは入れ替わってください。怖い。それでは参ります。レディーゴー。なんか長いやつ、メガネ、正解です。っ、それでは入れ替わってください。めちゃめちゃ長いやつ引いたのに早っ。それでは参ります。レディーゴー。あ、これもダメだ。もうピンクが入ってないもん。画角に、まあ、ありがとうございます。よし、あ、これダメです。わー、勝った。わー、バーがなんだ、バーがなくなってるんだよ。なんだ、爆破、バーガーない、バーガーない、今爆破してしまいました。よっしゃ、うわ、よっしゃ、ということで勝利された佐藤健様、1ポイント獲得、おめでとうございます。バトルです。バトル、なるほど、うわ、よし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 。まあでも、はい、私はどのくらいで風船が爆発するかまで把握できましたから。あ、そっか、はい、もう分かりました。え、めちゃめちゃ有利じゃないですか、じゃあ。もう勝ちました。てか僕結構育て時間短かったですよ。そうよ、トータル的にはね。最後だけちょっと長かった。うわ、そういうことがあるのか。そうだよ。そうだよ。悔しい。1問だけじゃん、こんな詰まったの。はい、では、残念ながら爆発の問題となってしまったこちらの問題、解説をお願いしてもよろしいでしょうか。カバンが缶になってる、タバコがタコになってる、双葉が蓋になってるということで、バがなくなってるんですね。でこのバがなくなってることを指す言葉ってことで、まあ、バトルと言えばよかったということですね。なるほど、さっき確かにライバルとか出てたし、そういうことなのか。ちなみにこちらの問題、佐藤健様はお分かりになられましたか。はい、すぐ分かりました。だからあれなんですよ、そのふくらがシンプルにプレッシャーに弱いの。この爆発するっていうこの状況下で焦っちゃって分かんなかった。全然なんかない場、ないない場、ノーバ、バノーとかやって、そんなに難しくはないですか。全然分かんなかったから、カタカナ3文字だからバカってクハってなんだって思いながらバカって言いました。みたいな風になっちゃうと。うん。ああ、悔しい、はい。常に平常心でいないと。はい。なるほど。こういう時は。じゃあ次はもうちょっと。あわあわしちゃダメなのよ。もうちょっとタケルさんを煽るのを頑張ります。さあでは続いて第2ラウンドに参りたいと思います。先ほどはふくらさんが先行でしたので、今度タケルさん先行で参りましょう。はい。第2ラウンドでは少し特殊な謎が出題されます。お、特殊な謎、それはズーム謎というものでございます。あ、なるほど。ズーム謎は謎の一部が拡大された状態からだんだんとズームアウトしていく動画が表示されます。こちら分かった時点でお答えいただいて大丈夫です。しかし当然ながらズームアウトしている途中も風船は膨らみ続けますのでご注意ください。うん、それでは参ります。第2ラウンドレディーゴー。わ、全然違う、後ろの風船が全然違いますよ。なんだこれ、うわ、めちゃめちゃ、うわ、なんだこれ、あ、もう爆発、え、もう爆発するんじゃないですかこれ、え、やばいやばい、もう、あ、もう爆発、もう爆発しちゃう、爆発しちゃいますよ、やばいやばいやばい、早く早く行かないと、もう適当に、適当に言った方がいい。正解です。シュワ。それでは入れ替わってください。うるさかっただけ。全然気にしないだけ。全く聞いてないじゃん。それでは参ります。レディーゴー。ちっちゃ、風船ちっちゃ、全然こんなじゃ。ソーラー、正解です。うぃー、これそれでは入れ替わってください。それでは参ります。レディーゴー。あれ、こんなに膨らんでた、あれ、これこんなに。ソーラー、え、そう、あ、カラー、正解です。あ、え、それでは入れ替わってください。あ、前の人の見といた方がいい。そうよ、これ伏線が結構出てくる。そうなんだ、関わり合ってきてるから。あ、あんまり煽ってる場合じゃないですよ。じゃあそれでは参ります。レディー
ゴー。え、はーい、マドラー。正解です。おお、それでは入れ替わってください。いや、逆に見ない方がいいの。ソラって面白い。それでは参ります。レディーゴー。あー、難しい。機械。正解です。それでは入れ替わってください。フライヤー。よしよし。あれ、あ、そう、すごいですね。それでは参ります。レディーゴー。なんだこれ。悩み。正解です。おお。それでは入れ替わってください。そうかそうか。それでは参ります。レディーゴー。姉妹。もう違う？あ？違うんだ。何ですかこれ。あ、普通に入れるってこと。わわ、これ、うわ、もぐらえてる、もぐらえてる。今これは、あ、これは、あ、わかってる。あ、あ、わかってる。うまみ。つまみ。違う。もうマジで今爆発しました。マジで。うわ、ちょっと、いや、これを入れるのかと思ったわ。普通に前後だったのね。それでは入れ替わってください。今もう相当やばいですよ。うわ、これいかにそれで平常心かなる。だから多分これ5秒以内で答えるやつ爆発するよ。マジでもうと思ってたけどな。それでは参ります。レディーゴー。あ、これはもうダメだ。タヌキ、カキ。残念ながら爆発してしまいました。これタヌキなわけないじゃん。はい、ではこのまま謎は表示させていただきますが、こちら爆発してしまったふくら P さんの第2ラウンド負けということになってしまいます。それでワンチャン勝利した佐藤さん1ポイント獲得、おめでとうございます。答えか。はい、答え、お見事、正解でございます。引っ掛けてきてる。タヌキが出てきてタを抜くじゃないことなんてあります。奇跡。タヌキこけし笑顔が来て肩叩き読みの書き、書きってワンチャン肩叩きが来ると思って。違いました。いやで、これもなんか僕時間かかったのこれだけですよ。まあそうね、うん、まあだからさっきの俺が時間かかっちゃっちゃう、やっぱり。そこでさっきのふくらは答えなかったじゃないですか、時間かかっちゃって。でもいかに平常心で入れるかなんですよ。最後の最後まで冷静にね。はい、このゲームで僕が君に負けることはない。平常心勝負なんですか。どんなに風船が迫ってこようとも。ということで僕の勝ちってことでいいですかね。3分の2取ったんで。はい、こちらでただいま第2ラウンドが終わって、はい、獲得ポイント数が2対0という状況にはなっていますね。ということでこの後最終ラウンドを行いますが、最終ラウンド3ポイント獲得できるゲームとなっております。つまらん、つまらん。よかったよかった。いや、そんなことだろうと思ったんですけどね。なるほど。それ読みで それ読みで負けてきてる。まあな、それ読みはまあ俺もできてたけど。それならとはならない。まあいいでしょう、そういうルールなんだもん。第2ラウンド、佐藤健さんが先行でしたので、今度はふくら P さん先行でいきたいと思います。はい、さあでは最終ラウンドについてもご説明をいたします。最終ラウンド、なんと風船が一切スクリーンに表示されません。ほうほう。でまた今までの2ラウンド同様 BGM も流れますが、テンポが速くなることもありません。ほう。
つまり今までのラウンドでしていたようにスクリーンを見ながら風船があとどのくらいで爆発しそうだからのような予想ができなくなるということです。ほうほう。ですのでできるだけ早く答えを導き出すのが勝利のコツかもしれません。なるほど。それでは始めてまいります。最終ラウンドレディーゴー。ちくわ。正解です。それでは入れ替わってください。それでは参ります。レディーゴー。ちょっと待って、何これ、爆発するんじゃないですか。そろそろじゃないですか。リミット。正解です。しんどいね。それでは交代してください。しんどい。むずい。紙とペン欲しい、ね、それでは参りましょう。レディーゴー。メイク。正解です。よしよしよし。早っ。それでは入れ替わってください。ここで早くても意味ないんだよ。いやいや、意味あるんですよ。それでは参ります。レディーゴー。なんだよ、むずいって。なんだこれ。あー、え、あー、あー、なんだ。なるほど。ちょっと待ってくれよ。え、何これ。あー、分かったけど、俺分かったけど勝てるわこれじゃ。え、あー、そういうこと。まあかわいそうだから答えてあげましょう。桜。正解です。それでは入れ替わってください。なるほど。ほう。それでは参ります。レディーゴー。え、ふるさと。正解です。それでは入れ替わってください。どういうことだ。それでは参ります。レディーゴー。ウルトラ。正解です。それでは入れ替わってください。え、どうなるんだ。それでは参ります。レディーゴー。でもこれはギリギリで行くってことなんだけど、じゃないですか。でもまあ一生続くわけじゃないからね。うん、二人でタンブルイドを倒すということもあり得るけど。作風。正解です。そうなんですか、うん、それでは参ります。レディーゴー。クラフト。正解です。それでは入れ替わってください。遊び方変わってきちゃってるな。それでは参ります。レディーゴー。フルフ。正解です。それでは入れ替わってください。それでは参ります。レディーゴー。封鎖。正解です。それでは入れ替わってください。参ります。レディーゴー。工夫。正解です。それでは入れ替わってください。参ります。レディーゴー。豆腐。正解です。それでは入れ替わってください。参ります。レディーゴー。タクト。正解です。それでは入れ替わってください。参ります。レディーゴー。フラクトル。何それ。
フラクタル。正解です。それでは入れ替わってください。何それ知らない言葉出てきた最後ちょっと知らん言葉出てきた。なんかいい感じに今ちゃんとやった今僕追いやられてちゃんとやった。僕相当追いやられてまずちゃんとやったそう今全力でやった。これマジここ勝負で飛びますよマジで。2人でタンブルウィード倒そうぜ。もうフラクタルまで来たらもうネタがないってことだから。あ、確かに確かに。もうないよ。ちょっとこれマジ勝負だな。それでは参ります。レディーゴー。タルト。正解です。いやいやもうないよそれでは入れ替わってください。フラクタルの次タルト来るそれでは参ります。レディーゴー。んこのタイミングで爆発してしまったようでございます。さあということで最終ラウンド、爆発した時回答者の席に座っていたのは佐藤健さんということで勝者福田 P さんとなります。おめでとうございます。やったー。最後までこの佐藤健福田健のはいそのがずっと続いた。はいその通りでございます。何やそのゲームはいということでよろしければですねお二人どのようなことを考えていたのかこちら解説の方をお願いしてもよろしいでしょうか。まあ、普通に最初はこう謎をできるだけ早く解いとこうと思って頑張ってたんですけど、なんか中盤あたりからこう緑と青の棒グラフの謎になって、でどうやらこう僕が座ってる時は青がねちょっとずつじり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 こう増えていってたんですよ。でその先にこうなんか赤い矢印ギザギザがあって、まあ現在進行形で何か変わってることかなと思ったんで、まあいわゆる青は僕のこう制限時間というか残り時間で、まあ緑がふくらのこう経過時間を表してたんですね。でこの赤いギザギザのところできっと爆発するだろうから、このギザギザギリギリでこう僕だったら緑にバトンを渡したらふくらはすぐ爆発するよっていうことだった。それは全部理解した上で分かった上でそれもできた、うん、それもできた、できました、できたが、いやちょっと2人でこの佐藤健福良健の文字拾い20問タンブルウィードが用意したものを全部用意してタンブル倒そうぜって言ってたんですけど、なんか裏切られた気持ちです僕は裏切ってない僕は裏切ってない。座った瞬間に爆発されましたこんなギリギリでまさか回ってくるとさあということで、我々の想定をはるかに超えたお二人でございました。本当にお疲れ様でございました。